お腹が空いたらモンスター、こんにちは、ロシアン佐藤です。今日はですね、理想の夜朝食です。よいしょっと。今回もですね、皆さんからたくさんのご回答いただきましてありがとうございます。今回の投票数なんですけど338票でした。ありがとうございます。理想の給食のね、コメントめちゃくちゃいっぱいいただいてて、すごい集計どうなるかなと思ったんですけど、どっちかというと給食にね対する思い出のコメントとかをね、みんなたくさん書いてくれてて、コメント欄がねすごい盛り上がってて、給食良かったなという感じでした。そして朝食なんですけど、夜朝食ということで、給食ほどやっぱり票は割れなかったのかなという感じはしたのですが、トースト系ですね、68票。その中でも大多数を占めるのがフレンチトーストでした。やっぱフレンチトーストいいよね、美味しいもんね。次、時点がクロワッサン、バターのたっぷりね入ったサクサクのワッサン、ズズズっといきまして、パン系いろいろ入ってきてますね。エッグベネディクトホットサンドとかも入ってます。そしておかず部門がもうほぼ卵です。卵料理だっていう感じのほぼ卵なんですけど、オムレツ、目玉焼き、スクランブルエッグというのがもうダンダンダンと、はい、トップに並んでおります。あとやっぱベーコンとかソーセージとかね、ハッシュドポテトもね11票で入ってましたね。ステーキ、いきなりステーキ違うね。そしてスープ部門がダントツでコーンスープでした。やっぱ朝食ビュッフェとかにコーンスープがあるとテンションがめっちゃ上がります。あとデザート系はワッフルとかヨーグルトとかフルーツ類とか、ドリンクもオレンジジュース、コーヒー、牛乳という形で票が入っております。ということで、今日は理想の朝食作っていきたいと思います。見てね。
できたー、画面いっぱいいっぱい、すごい。ほぼ卵料理だったのですが、オムレツが2つ、フレンチトースト、スクランブルエッグ、目玉焼きにハッシュドポテトにクロワッサンにほうれん草のベーコンソテーにコーンスープなどなど完成しました。いやー、お腹すいた。もうやっぱり理想シリーズはね、いろいろと品数が多いので、毎回途中でもう食べてやろうかという気持ちになるんですけど、はい、今日も無事我慢ができましたので、それでは早速いただきます。とりあえずチーズが固まるとあれなんで、チーズオムレツからいきたいと思います。一番変わりそうなやつから。もう固まっちゃったかな、チーズお早いからな。あ、まだ、あ、ちょっとだけまだ伸びる。いただきます。うん、うん、むっちゃこってりしてる。みょん、うん、卵と牛乳とチーズなんだけどね、シンプルなのが美味しいよね。うん、完食はしないでおこう、一瞬でなくなっちゃうからさ。サラダとかのリクエストは全然なかったんですけど、やっぱないと悲しいので入れました。私この葉っぱと一緒に食べるハムとか好きなんだよね。うん、このパイシートで作ったなんちゃってクロワッサン、ちゃんと膨らんでますね。これね、オーブンだけでやったらね、中が膨らまなかったんですよ、最初。で、一回レンジでこう膨らましてから焼いたら、こんな感じにできました。うん、うん、うん、うまっ。うん、うん、ちょっとでも本当のパンのクロワッサンよりはこうもっちり感とかはないですね、パイ生地だから。でもなんかこうなんちゃってで作るにはこう楽しいです。コーンスープ美味しい。コーンの甘さがいい感じ。
最近もね。今日のソーセージは贅沢ソーセージの代表シャウエッセンです。ハッシュドポテトもなんかちょっとしめしめになっちゃった。うん、おいしいです。うん、おいしい。味付けね、ほぼほぼスマイルポテトと一緒なんですけど、スマイルポテトはじゃがいもの粒々が残らないぐらいまで綺麗に潰しちゃってたんですけど、ちょっとこのハッシュドポテトはもうちょっとこうじゃがいも感を残してへんぺいにするのがポイント。食感が残ってるとなんかこうあのマックのやつみたいな感じにちょっと近い感じになります。うん、スクランブルエッグ、うわー、とろとろ、いい感じ。うん、うん、ほんのり牛乳の味がするくらいのが私好きですね。バターとミルクの味がふわっとする感じのスクランブルエッグです。うん、具沢山オムレツ、おお、つゆだく、わいわい、これは美味しそう。うん、うまっ。やっぱこのぐらいシャバシャバなやつ好きだな。シャバシャバが閉じ込められてるオムレツが作れるようになりたい。うん、この食材のいろんな味がするのがいいよね。こういう具がいっぱいあるオムレツ、ホテルビュッフェ、こう朝食で具を選べるオムレツがね、だいたい全部っていう全種類の具を入れてくださいっていう。今日はもう全種類ぐらいの勢いで入れたわ。これを少しここにつけて食べようと。うん、うん、キッシュの味がする。キッシュがさ、土台がパイ生地使ってあるじゃんか。だからすごいキッシュみたいな味がした。リクエストもらったカリカリベーコン、おつまみみたいになってます。
ほうれん草とベーコンのソテー。そうそう、飲み物も朝ごはんらしく牛乳と 100% オレンジジュースです。うん、うん、うん、美味しい。卵の卵白のさ、余分な水分を切ってからこう弱火でゆっくり焼く目玉焼きは奥村のたまみちゃんのレシピなんですけど、めちゃくちゃ美味しい。改めてね、あのパーティーキッチンでたまみちゃんが作ってくれた目玉焼きを食べたんですけど、めっちゃ美味しかった。なんか卵の味が濃く感じるっていうか、それ以来こうやみつきです。フランブルエッグのせが最高。はい、サラダとかがなくなってきました。いやー、卵料理はやっぱりシュルシュル入るね。なんだかんだスクランブルエッグはやっぱり最高。パンに最高。うん、ケチャップ水気がないよね、パンじゃないから。スクランブルエッグ完食です。フライプレートはこちらで最後。おい、なくなりました。どんどん食べるぞ。なくなった。いろんな味がして最高これ。
ほい、なくなった。はい、残すは甘いものたちなので、ちょっとお皿をセッティング変えたいと思います。はい、はい、いよいよこちらフレンチトーストです。あーやば、もうパンじゃないパンに歯を入れとる感じじゃない。うん、めできたての時はもうちょっととろっとしてたけど、今プリプリっとしてますね。食感が変わってもまた美味しい。うん、朝ごはんにでもフレンチトーストが出たことなんかはなかったな。おばちゃん家に泊まりに行った時に出たけど、女子力がえげつない高さだって思ったのを覚えてるもともとバゲットだったとは思えないですね。うん、もうほぼプリン。あー牛乳と合う。うん、これはトロトロ。完食。よいしょ。うまい。じゃん、ヨーグルトだけになりましたすっきり。ブルーベリーと蜂蜜とバナナのヨーグルトで。うん、今日のヨーグルトはビヒダスヨーグルトなんですけど、私あのプレーンタイプのファミリーパックだとビヒダスが一番好きなんですよ、味が。なんかヨーグルト一時期めちゃくちゃハマってて、スーパーさんのプライベートブランドとかメジャーなメーカーとかこう地方のやつとかいろいろ試したんですけど、私の好きな味でお手頃なのはビヒダスヨーグルトです。はいそれもちょっとなんかあの賞味期限から遠いやつの方があの酸味がまろやかですごい好きです。美味しいはい、完食しました。はい、全部完食です。ごちそうさまでした。はい、ということで今日は理想の幼朝食でした。やっぱ卵が多かったね。みんな卵好きだねやっぱり朝食メニューってやっぱりね卵が多くなるのかなっていう感じだったんですけど、投票してくださった皆さんありがとうございました。そして次回は7月ということで、そろそろ夏祭りなんかも始まる時期なんじゃないかなと思うんですけれども、ということで7月の理想シリーズは
理想のお祭り屋台でーす。屋台で出てくるあれやこれやで好きなもの、いやなんか揚げ物と炭水化物祭りになりそうな予感がします。ちなみに私は屋台の唐揚げが好き。もう何年だ、2016年だったかな、17年だったかな、それぐらいの時にね、パーティーキッチンとのコラボで屋台飯お祭りレシピやってるんですけど、また今度はね皆さんにアンケート取って、みんながねどんなお祭りグルメが好きなのかっていうのを聞きたいと思います。リクエストの方法は今までと同じようにコメントの先頭ですね、一番最初にハッシュタグの形式でリクエストメニューを書いてください。詳しいリクエストの方法は概要欄にもありますので、そちらを参考にしていただけたらなと思います。それではお腹が空いたらモンスター、今回もここまで見てくださってありがとうございました。今回は理想の洋朝食ということで、ホテルの朝ごはんのでっかいバージョンみたいなのを作って食べました。皆さんのリクエストによってこの理想のシリーズは内容が変わってくるので、ぜひぜひ皆さんも私に食べてみてほしいものがありましたら、概要欄のリクエスト方法を参考にリクエストお待ちしてます。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。